はい、速稼塾の久保です。今日は6月29日、そして6月がもうすぐ終わりますね。こちらの方の相場解説していこうかと思います。時間は5時16分です。だいたい7月のことを見据えながら解説していくんですけども、私は7月はですね、111円の大台に乗って、111円から112円の間で推移するというふうに考えてるんですよね。それはですね、現在上昇トレンドにありまして、その上昇トレンドが継続のサインを出しているからなんですよ。もちろんそうじゃなくなることもありますんで、特にね、7月の第1週目の雇用レポート、米国雇用統計っていうのは注視しとかなくてはなりません。ここが多分転換点になって、もしかしたら110円、109円の方向に向かうかもしれません。まあ今日はね、そういうことを前提にお話聞いていただければと思います。それでは相場解説をデイリーから始めていきます。はい、デイリーですよね。ポイントはね、ここを超えられるかどうかってことになってきますけども、ちょっとゾーンを引いときましょうか。ちょっとね、こういう風な感じで引いてるんですよね。で、チャンネルラインです。もう一つのポイント。チャンネルラインは右肩上がりになってるでしょ？こういう風な形で。で、こうですよね。で、フラッグを形成してるんですけども、このフラッグがいつ終わるのかなってところなんですよ。で、私としては上から入ってきたものが、入ってきたところを抜けていって、この、なんですかね。直角三角形みたいな形が分度器みたいなのがありますよね。分度器っていうか直角三角形の定規みたいなのが、これがね、上の方に抜けていって111円112円を形成すると思ってるんですけども、そのために現在ちょっと沈み込んでるところなんですよね。ちょうどチャンネルラインに当たって下に向かってるから、これは予測通りなんですけども、これがある程度まで下がったら上の方に向かって111円を作ってくれるのかなと思ってるんですよね。これが大まかな私の流れです。そうじゃない場合は、下がりきってこれが下に突き抜けていくってものが考えられますけども、これは7月の雇用統計をちょっと見ましょうかね。金曜日の22時半、では4時間を見てみます。ちょっと細かく見ていきますね。4時間は右肩上がりの上昇トレンドになっております。それ以外いいことはないですよね。まあここがだからちょっと下がってるかなと、下がってるからこそ勢いをつけてまた上に上がる、下がってるからこそ上に上がるっていうところで、下がってるからこそ上に上がる、その上昇の特徴を出しているんじゃないかなってことが4時間で見て取れるかなと思います。では1時間ですね。1時間はだから下からこうやって入ってきたのが、このダブルトップによってですね、緩やかに下の方に向かっていってるよってところが見て取れるのかなっていうところですよね。まあレンジと言えなくもないんですけども、まあちょっと下がっているレンジですよね。でこれがだからこっちの同じ方向に抜けていくっていうふうに見ますんで、まあもうちょっと下の方にセル方向に沈み込んでからバイを仕掛けるのはバイを仕掛けるって形になります。私の場合はまあ、ここを超えてからですね、倍に入るのは。急速にここ下がりましたよね。こうぐっと急速に下がって、これが回復して、ここを突き破ってくれるようなら、111円を目指して倍でエントリーするかなっていうところはあります。まあ、大体こんな感じですかね。倍の方に向かう流れっていうのは、バイデンさんが就任してからずっと変わらないです。瞬間的にセルの方に向かうっていうかね、セルを取りに行くこともありますけども、基本的にはバイの方に向かってるというふうに思いますね。で要するにドル高なんですよ、バイデンさんがやってきてから。財政出動もしてますしね、これからどん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 ドルがまた強くなってくるんじゃないかなと思います。対して日本円っていうのはどんどんこれから弱くなっていくと思いますね。だからもしかしたら1ドルが150円とか200円とか250円とか、こういう時代来るんじゃないですか。将来的には私たちは暮らしが結構苦しくなると思います。まあ、ですんで、今のうちに FX をマスターしておいて、どんな時でも FX から資金を取り出せるようにしておかなければならないのかなというところですね。本日は以上です。